手をよく洗って少し粉を手につけて、これは黒糖まんじゅうの生地です。これを平らに広げて、この上にあんこを置きます。そして右手はあんこを押さえるように、左手は生地を伸ばすように回しながら包あんしていきます。そしてあんこと生地が平らぐらいになったら、今度は上の方にすぼめていきます。そして閉じ口を下にして完成です。ありがとうございました。